皆様、チキンになさいますか？ポークになさいますか？それともビーフでございますか？いかがお過ごしでしょうか？エキスパースのよしかです。そうなんです。今日はですね、皆さんにご紹介したいのが、お肉でございます。まあ、パースっていうとですね、まあ、カフェ飯って言って、この前ね、ちょっと紹介したみたいにスマッシュアボだったりとか、フレッシュなね、野菜とかを使った、手軽に食べられるご飯っていうのがね、いろんなカフェで楽しめると思うんですけれども、今日皆さんにご紹介したいのはですね、もっとガツガツ肉食べたいぜっていう方、エキスパースで取材してきた、私が見た、ここの肉めっちゃ美味しいやん。まあ、お肉っていうより、まあ、その、提供されている、そのお肉を使った、料理ですね。それをですね、皆さんに今日はご紹介していきたいと思います。まあ、まず最初に紹介したいのはですね、めちゃめちゃインパクトがあるね、フードをご紹介します。このザ・オービーリーっていうね、もう何枚重なってんねんっていうくらいの、分厚い、バーガーになります。で、まあ、こちらですね、お店3店舗あるんですけれども、私たちが取材に行ったのが、ノースブリッジの、店舗になります。店舗自体は全然大きくなくって、本当に席がね、ちょちょってあるくらいなんですけれども、まあ、そのね、お店の中に結構ね、見た目がこわもての、お兄さんたちがですね、こんな美味しいバーガーを作っております。で、まあ、すごくね、見た目はね、めちゃこう、こわもての感じはするんですけども、まあ、やっぱり王子、そこはですね、めちゃめちゃフレンドリーで、これめっちゃうまいぜ、とか、こうね、いろいろ話しかけてくれたりとか、こんな風にね、一緒に食べてくれたりとか、まあ、これは取材だったからと思うんですけれども、まあ、そんな感じで、すごくね、フレンドリーなお店になっています。結構ね、男性の方でもこれ一個食べるだけでめっちゃお腹膨れると思います。もちろんヘルシーなフードもすごく大事だとは思うんですけれども、たまにはね、重たい、がっつり、こんなバーガー食べたいわって絶対いらっしゃると思うんです。めっちゃ美味しい。中身見せてください。マカロニとポテトと日本人サラダと肉とピクルスとベーコンと、あ、これが作りやすいかも。ポテトベーコンサラダピクルスビーフです。キングです。ポテト入ってるってみたいな。で、まあね、その汚れなんてもう気にせずに、かぶりつくくらいの勢いで、楽しんでもらうのがベストかなと思います。で、そして、チキンが好きな方、こちら、ギャミチキンに行ってみてください。韓国スタイルのね、すごく病みつきな、ちょっと甘辛いテイストだったりとか、まあ、そのガーリックが効いたね、チキンっていうのが、まあ、唐揚げみたいな感じですね、っていうのが楽しめます。スワンバレーさんのね、地ビールも一緒に、チキン食べながらビール、クワーって飲んで、めちゃめちゃ贅沢なね、時間を過ごすことができます。個人的に、ここの病みチキンでめっちゃ一番好きなのが、このボーンレスチキンって言って、骨がないチキンになるんですよ。で、その方が食べやすいんで好きなんですけど、で、ソースもね、いろんなソースから選べて、こう、ちょっとハーフ&ハーフみたいな感じで、こっちはこの味、こっちはこの味みたいな感じで選べれる大きなプレートでね、みんなでこうシェアしながら食べれるチキンになってるので、ぜひね、友達とかでね、ワイワイ行かれるのがいいのかなと思います。まあ、このギャミチキンなんですけれども、パース市内のシャフトレーンっていうところにあるんですよ。すごくね、パース駅からも近いので、で、そこのシャフトレーンって他にもね、お店いろいろあります。なのでね、こうちょっと、まあ、ギャミチキンの後にパブとかもあるんで、まあ、パブ行ってみたりとか、違う、そういったね、楽しみ方もできるので、ぜひね、訪れてみてください。次皆さんにご紹介したいのがですね、クリスピーポークナックル。まあ、大体調理にですね、5時間かかっております。外の皮がめっちゃパリッてしてるんですよ。もう本当にこう折れるくらいの勢いでこうパリッて、中側がものすっごい柔らかくって、外と中のギャップ、まあ、カンサスヒルズにあるネイキッドアップルサイダーハウスっていう、保存料を一切使用しないサイダーを楽しむことができるレストランなんです。もともとこのレストランがある場所なんですけれども、すごくね、大きいガーデンセンターだったんですよ。なので、そのテラス席っていうのもめちゃめちゃこう緑にあふれてて、本当に都会のね、草原を忘れるような感じで、リラックスした時間を過ごすことができます。以上、今日はですね、パースで贅沢なお肉を食べられる場所をご紹介してみました。まあ、健康志向のね、文化が根付いているオーストラリアではありますけれども、こんな風にガッツリ食べたいぜっていう方にとっても楽しめる街になっております。では、今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エキスパースのよしかでした。バイバーイ。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになります。せーの、また見てねー。